福岡県でいよいよ来週月曜から高齢者への新型コロナワクチンの接種が始まります。副反応を心配する声に北九州市の北橋市長がトライアル役を買って出ました。私自身が、接種を受けまして体調の変化なども皆様にお伝えをしたい。北九州市では12日に65歳以上の民生委員など485人を対象に集団接種を行います。現在68歳の北橋市長は初日に自ら接種を受ける考えを示しました。市ではこのほか19日から高齢者施設で、来月6日と8日には一般の高齢者に対し集団接種が行われる予定です。また市が無料で募っている高齢者施設などの入所者スタッフ全員の PCR 検査について希望がおよそ半数に止まっていることを明らかにしました。対象施設は入所型から通所訪問型までに拡大していて、北橋市長は積極的に活用して感染対策に役立ててほしいと呼びかけています。